これって…やはり異空間のようですね。大理石で作られた次元の狭間にある迷宮、そんなところでしょうか。うん、なんだか構造も複雑そう。気合を入れて挑む必要がありそうね。ええ、この気配は。ムマと夢雲、人の夢を食い荒らし悪夢を運んでくる者ども。なんかいきなり手強いのが現れたみたいね。まあいいわ、遠慮なくぶっ飛ばしてあげる。なんとか退けましたか。さすがに一筋縄じゃいかなかったわね。今のが話に出てた悪魔っていうやつ？ええ、その亜種であるムマという存在です。伝承通り精神攻撃に長けた者たちのようですね。厄介な連中ね。となるとそれなりの準備をした方がいいのかも。そうですね、装備などを確認した上で慎重に進みましょう。
扉は万人に開かれる。ただし行く先には試練があり、それでもあえて進むなら、いざ扉をくぐり抜けるがいい。
戦闘終了。先に進もう。哀れなる魂よ、どうか安らかに。戦闘終了。先に進もう。
女神を感謝いたします。
終了、先に進もう。これは綺麗な宝石ね。七曜石か何かかしら。いえ、これは封印石です。エステルさんもこの石の中に封じ込められていました。そうなの？っていうことはこの中にも誰かが入ってるわけ？ええ、間違いありません。どなたか心当たりは？父さんだったりしたら正直心強いんだけど、さすがにそれは虫がいいかもしれないね。確かに。もしかしてそっか、確かに一緒に浮遊都市に乗り込んだしね。あ、でもラッセル博士って旅行に行ってるんじゃないの？だったら違うのかな。なるほど。いずれにせよ一度拠点に戻った方がいいかもしれませんね。うん、そうね。
この人は。まさか。もしかして。おいおい、マジかよ。閃光弾か。何者だ。名乗りたまえ。これは予想外だったわね。やはりお知り合いの方でしたか。王国軍の方のようですが。ええ、馴染み深い人です。これは一体。エステル君にヨシア君、それにクローディア殿下にユリア大尉まで。リシャールさん、お久しぶりですね。ご無沙汰しています。こちらこそ挨拶が遅れて申し訳ありません。王太女殿下におかれましてはご機嫌麗しく。顔をお上げください。お元気でいらっしゃいましたか。は、女王陛下の格別のお慈悲をもちまして。しかしこの状況、どう考えても判然としません。できれば詳しい事情をお教えいただけないでしょうか。それについては私の方からご説明しましょう。君は。はじめまして。七王教会聖杯騎士団所属、リース・アルジェントと申します。聖杯騎士団。なるほど。尋常ならざる事態が起きているものとお見受けした。お初にお目にかかる。私の名はアラン・リシャール。元王国軍情報部大佐にしてクーデター事件を企てた逆賊、そして現在では R&A リサーチという調査会社を経営しているものだ。なるほど。事情は一通り理解した。しかし、何と言ったらいいものか。ん？どうしたの？やっぱりこんな話、いきなり信じるのは無理？正直なところ、それもある。だがそれ以上に、なぜ私なのか、と思ってね。え？顔ぶれを拝見する限り、ここに集まった者はそれなりにゆかりのある者同士のようだ。女神の導きか何らかの意図か。まさに共に協力し合うのにふさわしい関係にあると言えよう。言われてみれば。僕は別にあんたと協力なんてしたくないけどね。脳天気が移りそうだし。なんですって。二人とも。だがこの私はどう考えてもこの場にいるのにふさわしい人物だとは思えない。かつて大それた陰謀を巡らし、君たち、いやリベールそのものを窮地に陥れた大罪人、一体何の間違いかと思ってね。リシャールさん。でも大佐だって王都が襲われた時駆けつけてくれたじゃない。そうですよ。あの部下の人たちと一緒に町のみんなを助けてくれて。正直あれは助かったわね。その後もハーケン門に向かった僕たちやクローゼの代わりに王都の守りを引き受けてくれました。確かにそういう意味じゃ協力者だったと言えなくもねえな。しかし。リシャール殿、それを言うならまさにその時、エステル君やリベールの敵として
立ちふさがっていたのはこの僕だ。その僕が何のためらいもなく仲間としての身分を謳歌している。それを考えたらあなたがそんなに葛藤する必要はないと思うけどね。お前はもう少し葛藤した方がいいと思うのだがな。ですが王子、あなたは最初から帝国軍の陰謀を食い止めるために動いておられた。やはり私とは立場が違うでしょう。それを言うなら僕は、僕たちだってあんたたち情報部に利用されていたとはいえ、空賊をしてたことには変わりないよ。まあいろいろあったけど、今は女王陛下に許してもらって民間の運送会社なんかやっている。似たような立場なんじゃないの？それは、ま、大切なのは過去じゃない、今と未来ってことでしょ。そうですよ、リシャールさんの件があれば私たちもすごく助かりますし、ここはぜひご協力をお願いします。アネラス君って、アネラスさん何気に大佐と知り合いだったりするの？あ、この前カシウスさんと会った時にちょっと会って。え、父さんと？話を伺っている限りあなたの協力を拒む理由はどこにもなさそうですね。むしろぜひとも力になっていただければと思います。何でしたら聖杯騎士団への協力という名目でも構いません。いかがでしょうか？わかった、どうかよろしくお願いする。やった！よかった、よろしくお力添えください。期待に添えればいいのだが。それはともかく一つ確認したいことがある。何でしょうか？私たちは全員ほぼ同時刻にいきなり白い光に包まれてこちらに飛ばされてきた。その時の格好は皆そのままなのだろうか？え？そういえばリシャール殿、退役されたはずなのにどうして情報部の軍服を？そういうことか。察するに白い光に包まれた時あなたは別の格好をしていたのだ。お察しの通りだ。現在私はルーアン市で事務所を構えているのだが、そこでかつての軍服に袖を通したことは一度もない。白い光に包まれた時もシャツにスラックスという普通のいでたちだったはずだ。それは確かにおかしな話ですね。今までにはないパターンかもしれません。もしかしてあの影の王君がやっぱり大佐には軍服だよねってわざわざ着替えさせたりしたとか？あんたね、それじゃあただの軍服フェチじゃない。あ、でもちょっとわかる気がするけど。うん、僕も、君たち、てげ、最近の小娘どもは。いずれにせよ
新たな手がかりにはなりそうだ。俺たちが飛ばされてきた理由、そろそろつかめそうな気がしてきたな。ええ、僕もそんな気がします。それどころか、この影の国の成り立ちも。そうか、ならば私もこの件については今は気にしないでおくとしよう。では準備を整えたら改めて探索に向かいましょう。リシャールさんが解放されたことで新たな道が開けたはずです。まだまだ未熟。ティータ君が少し疲れたというのでね、僕のピロートークで寝かしつけてあげてるのさ。なんかとてつもなく危険な気がするんだけど。同感。やだな、僕のリードはいつだってレディーファーストだよ。その思考が危ないっちゅうの。しかしなんとも不正愛を刺激してくれる寝顔だ。お兄ちゃんも魅力的だが、パパと呼ばれるのもロマンだね。お兄ちゃん、軽く居眠りしてるみたいね。ティータさんは一番初めに封印石から解放しましたから、そろそろ疲れが来ているのでしょう。エステル、少し休ませてあげよう。うん、そうね。かわいい。あ、エステルちゃんとヨシュア君。聞いたか、エステル。こいつ、何でもあの大佐とやり合ったことがあるらしいぞ。
本当？ちょっといろいろあって成り行きで勝負することになっちゃって。カシウス准将の計らいでね、至らぬ剣を振るわせてもらったんだ。そうだったんだ。そういえば私たちも一度だけ戦ったことがあるけど。うん、4対1でやっと勝てたくらいだしね。今となっては苦い思い出でしかないが。カシウスのおっさん直伝の剣なんだろ。俺もこの機会に手合わせ願いてえもんだぜ。いや、そんなに期待されても困るんだが。でも私もあれから少し強くなったつもりだし、もう一度大佐に手合わせしてもらおうかな。いや、だから大佐じゃないんだって。大佐、あんた相当強いらしいな。ここで会ったのも縁だろう。一度手合わせ願いてえもんだぜ。大佐、ここで会った。行くぞ。はい。行くよ。まだまだ未熟。今はぐっすり寝てるみたいだね。うなされることも減ってきたし、あとはもうちょっと熱を下げないとね。任せろ。リシャールさんの解放には今までにないパターンが見られた。だがこれもルールにのっとっているはずなんだ。この世界を成り立たせているルール。もう少しで何かがつかめそうな気がするんだけど。行くよ。心得た。リシャールさんの解放だが、これもこの世界をもう少しで。そんな格好でヨシオに近づくなよ。胸が大きいからって出しすぎだぞ。ん？あの胸は反則だろ。うん、大丈夫そうね。普段から相当鍛えてるみたいだし。行くよ。元王国軍情報部大佐アラン・リシャール。剣は剣聖より次ぎ、頭脳戦、情報戦においても相当のものだと聞いている。敵に回したくない男だ。元王国味方リシャールさんが軍を退役なさってからはお会いする機会もありませんでしたけど、会社の方のお名前は耳にすることがあるんですよ。へえ、そうだったんだ。意外と繁盛してるのかな。リシャール殿の退役の際にはモルガン将軍もカシウス准将もかなり引き止められたのだ。不幸にも間違いを犯してしまったが、リシャール殿は非常に優秀な軍人だったからね。カシウス准将あたりはまだ軍に連れ戻そうと画策しているという噂だ。
また仕事を押し付ける気みたいですね。本当に人使いが荒いんだから。確かに奇妙なものばかりだ。やはり異空間なのか。大佐、やっぱり信じられないかな。エステル君か。すまない、少しばかり戸惑っていたね。有効な攻略法を見出すには少々時間がかかりそうだ。攻略法って、さすが大佐、落ち着きまくりね。いや、だからもう大佐じゃないんだよ。軍も辞めてしまったからね。ああ、そういえば民間の調査会社を経営してるとか言ってたわよね。まあ、大した会社ではないんだが、今はルーアンに小さな事務所を持っていてね。事務の方はカノーネ君と二人でやらせてもらっている。なんだか想像できないんですけど。まあそうかもしれないね。だが彼女も少しだけ変わったんだよ。今はまあのんびりとやっているつもりだ。そっか。うん、大佐もちょっと雰囲気が変わったみたいだし、民間会社っていうのも意外と合ってるのかもね。そうだといいんだが、我々もいつまでもここにいるわけにはいかない。早く戻らなければね。うん、よろしくね大佐。だから大佐じゃないんだって。ファンタズマ、この場が特定のルールを持っているなら、その目的さえ分かれば有効な攻略法も割り出せるのだがな。心得た。リシャール殿の退役の不幸にカシウス、また仕事を押し、本当に人、元王国権は権。リシャールさんが会社の方のお名前は。へえ、意外と繁盛してるの。
終了、先に進もう。終了、先に進もう。
気長なんだ。やれやれ、この程度か。まだまだ未熟。
哀れなる魂よ、どうか安らかに。選ぶべきは右か左か。何時らの行く末はカードのみぞ知る。扉をくぐりたくば運命司るカードを示せ。
見切れるか。
ン散りたまえ。行け、下がりなさい。戦闘終了。
先に進もう。